カプコン担当のビクトリー内田です。そして新人のドラゴン浅田です。はい、ここ、ゲームショーのカプコンブースではこちらモンスターハンタークロス、そしてあちらの方にあるモンスターハンターストーリーズバイハザードゼロとアンブレラコアっていう新しいゲーム、そしてこちらでストリートファイター5、これらのタイトルを、ここで使用したり遊んだりできる、そういったブースになっております。そして今日は早速ですが、はい、モンスターハンタークロス、そしてその後に逆転サイバー6を早速プレイさせていただこうと思ってます。じゃあ早速いくぞ。うわー、はい、ではそれでは早速モンスターハンタークロスをプレイしたいと思います。よし、まあ、設定がしよう。はい、浅田は何遊ぶの？初めてなんで、うん、初心者向けの、あ、ドスマッカーをね。で俺は、じゃあディノバルドにしよう。ひとかり行こうぜって今あんま言わないんだっけ。でマップのこのモンスターマーカーじゃん、はい、この青いやつ、あそこにいるから。これも倒していいですか？これ倒していいよ。あ、いた、よいしょ。あれ当たんないどうしよう。うわっ、あ、いや全然、うわこれ無理だわ。これね、慣れてない部がきついな。これ全然いない。あ、青いとこに向かえば。そう。あ、なんかね、エアリルのこの気持ちよさは分かるんだけど、え、スタミナがダメだ、ちょっとこれ。やばい、なるほど。もうちょっと待って、うそ、すげえ飛ぶ、これやばい。スタミナがどんどん減っていく。あ、本当だ。あんまり走り続けすぎると疲れちゃう。なるほど。あれ、あれ、やばい、全然、うわ危ねえ。これで攻撃力上がってるの。あ、そうなんですね。はい、うわ、いや、エアリルの回避能力は高いな。でもね、時間がない。あ、え、外してるっぽい。当たったかな、ほら。あ、あ、違う。お、うそ、はいない。うわうわ、すげえ今の技。で、ちょっとマジ結構なんか飛ばす技多いな。お、やった。これで針技とかを。あ、これ、いやおお、なるほど。あ、そうですね。あ、いけそうじゃない？でも、いや、もう勘弁してくれ。おお、いや、あ、わかりました。逃げます。やばい。あ、あら、もう一回。あ、もうない。うわー、残念。ひたすら下手くそっていう。いや、どうだった、やってみて。いや、もう爽快ですね。やられましたけど。やられてたけど気持ちいいです。うん、いやね、エアリルの回避がすごく気持ちいいですね。いや、これ何回でも挑戦したいですよ。うん、いやね、ガンナーレモンスターに突っ込むってのが新しい。これはいいな。すごい面白い。じゃあ次、続きはね、製品版で、今度こそ、もう一回やってやろうと思ってます。リベンジしてやりますよ。リベンジしてやるぜ。はい、カプコンブースの逆転裁判6のエリアにやってまいりました。はい、逆転裁判6プロデューサーの江志郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。6になるということで、はい、まあ、多分知ってる方も多いと思うんですけども、
なんとなくこの6の概要を伺えればなと。わ、はい、かりました。改めて、はい、今回6はですね、はい、なるほど君が日本を飛び出して、うんうん、異国の地に行くんですけど、あ、そうですね、そこで事件に、遭遇しまして、はい、でそこで裁判を行うわけですが、はい、その異国の地というのが弁護士不要の裁判、はい、が行われているという、クライン王国っていうんですけど、はい、今回その異国の法廷をメインにしたイメージしたのがこのブースになってるんですね。 なるほど、なぜ弁護士がいらないのかというと、はい、この、このキャラクターのにもなってるんですけど、はい、この彼女がですね、レイファちゃんっていうんですけど、はい、クライン王国の姫巫女、うんうん、お姫様なんですけど、はい、彼女が霊媒をするんですよ。おだからこう 被害者の霊を呼んじゃって、はい、それをビジュアル的にあの水鏡に映しちゃうんで、はい、もうそれ動かぬ証拠だから、おもう弁護のしようがない状態めちゃめちゃ大変な状況です、ね、大変な状況です。その霊媒システムっていうのが、はい、霊媒ビジョンっていう、はいはい、そういうゲームシステムになってるんですけど、はい、この死者の感覚、はい、感覚がこう字で出てくるんですね。痛い、おお、なるほどなるほど。例えばあの何とかの声とか、はい、音とかが、はい、その死者の感覚が映像に出てくるので、はい、それと彼女の証言ですね、うん、この被害者はこういう風に殺されたよっていうこの証言と映像の感覚に矛盾があるんです。なるほど。そこをなるほど君がついていって覆していくっていう、なるほど、そういうシステムも入ってる、ちょっと新しい。あともう一つ、はい、シリーズで気になるのが、はい、アニメ化が。そうですね、今ちょっとあまり多くは言えないんです、はい、言えないですか。あんま言えないですけど、なんかあの、はい、ネットとか見てると、はいはい、来年2016年じゃないですか、はいはい、で1の舞台が2016年だったから、これは合わせてきたんじゃないかみたいな。なんかね、それ僕もネットの情報で見て、はい、あ、そうだみたいな、え、後で気づくんです。偶然ですか。偶然です。しかも知らずに。本当に偶然です。びっくりしました。さあ、そういや、そうだみたいな。もうじゃあ合わせたことにしましょういいものを作ると思ってますので、はいはい、ご期待ください。はい、僕もじゃあ楽しみです。はい、というわけでじゃあね、これから V ジャンプも引き続き情報追っかけたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ先ほどインタビューさせていただいたので、今回僕が CEO させてもらおうと思いますので、うん、ビクトリー内田は横で見てると、はい、僕がバッチリ解説していこうと思います。はい、じゃあ早速やりたいと思います。はい、さあ始まりますよ。斉藤 V の逆転裁判。お、実況つく。お、僕の名前は、なるほど。で、久しぶりのナンバリングですから ね、 そうだね、3年ぶりぐらいなんですかね、うん、詳しい詳しいって、じゃあカプコン担当ですからあ、でも全然違うとこ行ってる。こういう感じなんですね。へ、和というか、うん、え、いきなし事件なんで世の裁判って。でもなんかカメラワークがあんな入るんですね、グイーンっていうのが。確かに大逆転裁判から結構カメラワークにこだわってきてる感じがしますもんね。今のもう意義あった気がするなあった。ちょっと怪しかったですね。法廷記録見られるって、これ自分のでしょ。ああ4月8日12時13時脳座礁。12時から13時ね。覚えた。覚えました。覚えて、まあ見れるじゃないですかあ、怪しいな。やっぱやってんじゃないですか、こいつ。こいつ信用しないとやることなくなっちゃう、弁護士なんだから。お、貸しカード。怪しい、これは。怪しいな。意味深。うん、あ、なんかね、いろんなしきたりがあるわけですね。やってんじゃないですか、やっぱやってるか。じゃあもう弁護しなくていいんじゃない。そもそもこいつのクッションが怪しいもんなクッション調べられないでしょ。やっぱね、来た。そうだと思ったよ。 やってんなこいつ本当にやってるこいつ怪しい。あ、かわいいじゃん。かわいい、出れる。おお、結構画面グイグイ。おー、出た。これくか。これはいけた。いったんじゃない。かっこいい。かっこいい。
製品版でちょっと宣伝してきた、ちょっといいところなのに、いいところで宣伝してきたよ、まあ、この蹴りは製品版でつけると、おお、面白かった、すごい面白かったですね、面白かったね、いや、まあ、これちょっと映像がないかもしれませんけども、うん、新システムは結構面白いですね、そう、被害者の最後の記憶が映像化されて出てきて、うん、まあ、そこに感情だったりとかも出てくるんですけど、そこの矛盾をつくという新しいモード、新しい、しかもなんかね、ちょっといろいろ考えたらカメラワークとか演出もだいぶってかなり変わってて、うん、そうだね、刷新されててすごい良かったですね、はい、大逆転裁判の要素も入ってたりとかして、そうだね、かなり面白い映像になってましたね、はい、非常に楽しみです、はい、じゃあ続きは製品版で、製品版で、はい、なるほどが言ってたからね、なるほどやってました、はい、楽しみに、楽しみに、V ジャンプチャンネルご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。こちらのボタンから、お、ボタンが動く、そしてスマホのボタンは概要欄から、よろしくお願いします。